このドープインクワンデーは実は8月にパッケージと性能がリニューアルされました。そしてそしてなんと新色5色追加されました。それぞれをご紹介していきますね。どうもコンタクト社長吉田氏でございます。さあ始まりました。コンタクト社長、今回はどんなテーマですか？今回はコンタクト社長おすすめのカラコンをご紹介しちゃいます。コンタクト社長のおすすめのカラコンってどんな商品なんですか？いい質問ですよ。なんとなんと8月に発売されたばかりの新作でございます。つけ心地の良い新作をぜひつけてみましょう。紹介するレンズはこちら、みちょぱさんプロデュースワンデーカラコンドープインクワンデーです。このドープインクワンデーは実は8月にパッケージと性能がリニューアルされました。以前のパッケージはデニムを模したようなデザインでしたが、リニューアルされてオールブラックのリッチなデザインになりましたね。どうです？大人っぽくていいデザインですよね。性能面ではモイスト成分と UV カット機能が追加されました。つけ心地が良くなるのは嬉しいですよね。そしてそしてなんと新色5色追加されました。それぞれをご紹介していきますね。まずは1色目、ピンクオパール。絶妙なピンクパープルが甘くてチュルンとした瞳を演出してくれますよ。縁部分には黒いカラーがギザギザについていて、瞳の輪郭をはっきりさせてくれます。2色目はインディゴアッシュ。ターコイズカラーでクールな印象の瞳になります。比較的発色は良いのですが、縁部分は細めのブラックで色がついていますので、派手すぎるということはないですよ。目を引くような印象的な瞳を目指す方におすすめです。3色目はダスクベージュ。大人っぽいですね。ニュアンスのベージュカラーです。ベージュ系のカラコンをつけたいけど、あまり派手なのは、いやでも瞳は印象的にしたいという方におすすめですよ。なんとなんと抜け感もあるカラコンなので、大人っぽい雰囲気を出せますよね。4色目はベスターベージュ。こちらのカラーはベージュとついていますが、くすみ系ピンクのような色味になっていますね。縁部分だけではなく内側にも黒いカラーがついていて、複雑な色味をしています。可愛いカラコンはしたい、でも子供っぽいのは嫌という方におすすめではないでしょうか。5色目はスルーベージュ。今までご紹介したカラコンは縁はブラックで彩られていましたが、このカラーの縁はブラウンとなっています。内側のベージュのカラーが入っており、縁との色の変化が少なくナチュラルな印象になりますね。ブラウン系のカラコンで色気のある瞳にしたいという方にはおすすめですよ。駆け足で紹介しましたが、新色5色いかがでしたでしょうか。今回は一番私がお好みのカラーダスクベージュを実際につけて、どんな印象になるか見てみましょう。さあどうでしょうか。ただのベージュではなくグレーも入っているのかな。ちょっと抜け感あるの分かるかな。 D どう？いやでもすごく目を切ってすっごく可愛いですね。晴れぼったい私の超奥舞台でもいい感じに出てるかもね。今日このまま仕事してみようかな。今回はドープウィンクワンデーの新色5色を紹介しました。概要欄に URL 貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。新色5色いかがでしたでしょうか。今回まあ噛んだな。いかがでしたでしょうか。言えねえ。